カリン先輩ってやっぱりスタイルいいですよね。何食べたらそんな風になれるんですか？何って普通よ、普通。普通でそんな風になれません。何か特別なことをしているはず。何もしてなくてそんなにスタイルいいなんて嘘ですよ。嘘って言われても本当に特別なことはしてないんだってば。みんなが普通にやっていることを私もしてるだけよ。あ、そうだ。あのね、かすみちゃん、ここだけの話なんだけど、スタイルを良くするための秘訣があるの。なんですか？それはね、青汁よ。青汁を朝と夜に飲むの。すっごく苦いんだけど、スタイルが良くなるわよ。おい、青汁飲んだことないですけど、苦いんですか？かすみ、苦いのはちょっと。私のスタイルの秘訣なのよ。だって可愛くてつい。嘘だったんですか？もうカリン先輩ってばひどいです。ぶどう味？ごめんね、かすみちゃん。ぶどう味のプロテインあげるから許してね。もうカリン先輩ってばひどいです。ごめんごめん。でもかすみちゃんの一番の魅力はその可愛さでしょ。スタイルを気にするよりもそこを伸ばした方がいいんじゃない？あれ、かすみんの可愛さってスタイルとか超越しちゃいます？そっか、危うく自分の長所を見失うところでした。危ない危ない。カリン先輩はスラッとしててスタイルが良くてセクシーなところが一番。カスミンは可愛いところが一番ってことですね。うん、まあそういうことよね。私には私の、かすみちゃんにはかすみちゃんの、みんなにはみんなの個性があるってこと。うん、個性か。ねえ、二人は個性ってどうやって決まるんだと思う？生まれつきのものなのか、それとも自分で選んでいくものなのか。かすみんは生まれつき可愛いですよ。かすみちゃんはそうね、とっても可愛いわよ。ほら、先輩もかすみんのこと可愛いって言ってくれていいんですよ。